はい、ありがとうございます、オフィスビットブレイク足立明穂です。ですね、今日はリーリーの稼ぎ方ということで、ですね、ちょっと切り替えますね。よいしょ。あ、これまた文字がこれ書き換えとかないと。よいしょ、本まず見せとこう。よいしょ、これで、あ、向きが逆ですね。これでいいですね。ですね、この本、ギーリーの稼ぎ方、これ予告編でもやってましたけど、岩本さんからもらいました。ありがとうございます。で、ですね、これ非常に面白い本で、まあ、Twitter とか Facebook とか Ustream とかね、そんなのを使って、この人がめちゃくちゃ有効活用して、で、ものすごい有名になったワインを売ってる人です。ワインを売ってる人。まあ今はもうだいぶ変わったみたいですけども。ですね、で、まあそんな人の話をですね、ちょっとせっかくこの本もらったんで、私が読んだ上でちょっといろいろですね思うところ、特にそういうソーシャルメディアというものをどう使ったらええねんと、多分ね、いろんな人が悩んでると思うんですよ。のどう使うのがいいのかなとか、どんな風にしたらいいのかなとかね、そんなことを悩んでいると思うので、まあ、私もそんなね正解全部知ってるわけではないですが、ただこの本を読んで、あ、なるほどなと思うことが結構あったので、そのあたりをちょっといろいろ話したいなと思ってます。で、まず目次、今日やること、ザザッとこんなあって、でこれね書いてたらね、目次2もあって、目次3もあって、いやいや、これ1時間で終わるんかいぐらいの量になってしまいました。ちょっとまあどこまでできるか、で、ちょっとすいませんが、私今日ね、9時までということにさせてもらいます。ちょっといろいろあってですね、9時以降、ちょいっとできないので、すいませんが、1時間ほどお付き合いをいただければと。さて、じゃあ最初、足立明穂って誰と、まあ、お初の方もいますし、いっぱいね、いっぱいというか今まで知ってるよと、もう今更っていう人もいるかもしれませんが、一応さらっとだけ、元プログラマーです。元っていう感じですけど、もう今はできません。前はね、もう C++ コンパイラーとかね、結構自分で言ってもあれですけど、すごいことやってね、大型計算機の OS の開発とかもやってましたけど、そんなもんどこ行ったやらみたいな感じですがでですね、92年から94年カリフォルニアのシリコンバレーにちょっと行ってまして、で2年ほどですね、でちょうどその頃ですね、まだ日本では、広まる寸前ぐらいの、まあ、知られる寸前のインターネットに向こうで接してですね、これはもう絶対世の中変わるぞというふうに確信をしました。で、まあ、そういう衝撃を受けてですね、でもうそれ以降もインターネットどっぷりという感じになって、でもう技術というよりもね、もうそれのマーケティングとか、どうやってこのサービスに使うのかとかね、どうやったらおもろいことできるんかとか、そっちの方にすごい興味がいってたんですよ。でどんどん新しい出てくるそのいろんなサービスとか技術とか、そっちをどう使ったら面白くなるかなみたいな、その辺にどんどん興味がいって、で今はですね、その後ベンチャー企業とかもう片手では収まらん数をですね、ベンチャー企業を転々として、今フリーの IT コンサルをやってます。で、実は京丹波町というすごい田舎の方に今いてですね、もう周り山だらけで、今も実は外ではですね、うるさいぐらい秋の虫が鳴いております。そんな中で、このユーストリームをお送りしておりますが、まあ、私はそのデジタルコミュニケーションっていうのをベースにですね、まあ、インターネットですね、で世の中が楽しくなればいいなっていうことを思ってるということなんで、まあ、なんかあればということで、こんな私が説明しますが、じゃあですね、そもそもそのこれ前回ちょっとね、やったんで、
覚えてる方もいるかもしれませんが、ちょいとだけ、さらっと。インターネットのインフラとマーケティングというこの辺をですね、押さえとかないと、このソーシャルメディアとかがなんで出てきたのか、なんでそんなもんがどうなってんのっていうことをね、分かっておかないといけないかなと思って簡単に言います。まずインフラですねの方で言うと、まず電話回線のダイヤラップっていうのがうにょーんとこう広がってきて、でちょっとこれが ADSL がガーッと出てきてですね、で少しこう回線が速くなったんですね。少しどころかかなり速くなった。でこのダイヤラップがなくなって ADSL がわーっと広まってきた頃に、光ファイバーという今度またさらに速いやつが今ズン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 出てきて、どんどんこう広まってきてるというこんな状況ですね。よりどんどんこう速くなって、でかつですね、次のページを見ると、電話回線ダイヤラップの時代はやっぱりどうしてもデータ量が少なくて、メールとかテキストページのホームページみたいなのがメインだったと。でそこからそこで、やってたのは、企業から個人へどっちかというと一方向的に情報が送られることがすごく多かった時代ですね、最初の頃。でどうしてもこれね、回線がやっぱり太くないんで、個人が使うのはもうダイヤルアップばっかりだったんで、でそれが ADSL になって、ここからですね、だんだんいろいろ変わってくるんですね。メールでチャットずっとつながってるんで、チャットとかそんなもんとか、あと IP 電話とかいろいろあるんですけども、あとフラッシュみたいなね、あのホームページにいろんな動きがあったりとか、そういうものもどんどん入ってくるようになって、でブログなんかが広まって、個人もいろんな情報を発信するような時代に入ってきた。そんな風にこう変わってきたんですね。で次にもう光ファイバー、今になると光ファイバーが広まってきて、もうメールチャット、フラッシュ、動画、音声、なんだらかんだらいろんなものがもう使われるし、で情報のですね、発信者とか受信者っていう区別がもうなんか曖昧になってるんですよ。まあ、今ね、私がこういう風にユーストリームなんかでこう配信してますけど、こんなの昔やろうと、こんな時はもうね、もう大変でした。私やってたんですけど、この頃仕事ですよ、やってたんです。もうすんごい大変でした。でも今ここはね、そんなサクッともう本当パソコンあればできるような時代になってきたと。だから受信者とか発信者っていう区別がもうあんまはっきりしない時代なんですね。でそれともう一つ、この辺から出てきた無線 LAN、 これもすごく広まってきてて、場所の制限もどんどんなくなってきてると。どこでも使えるよと。でいろんなものが発信できて、受信者発信者というのがどんどん曖昧になってきてる。まあ、こんなね、中で要はマスマーケティングとか言われる大衆に、企業から一般にこうドーッと向かってたのから、だんだん個人も発信するようになってね、アルファブロガーとかいうすごい影響力を与えるブログを書いてる人たちとか出てきたりとか、もうどんどんその辺も企業とか個人とかそんなもどんどんなんか区別が曖昧になってきて、かつどこでも使えると、そんな風な世の中になってきて、今までのマーケティングはどんどんこう通用しなくなってきてるというのが、あるということですね。で今日の話、ソーシャルメディアって何っていう話なんですけども、もう一歩よう分からんですよね、ソーシャルメディアとか言ってますけども。でこれね、コミュニケーションの形やっていう風に考えてもらったらいいかなと思ってて、まずそのコミュニケーションっていうのは、人と交流ですよね。いろんな話したりやり取りしたりで、引きこもりってこう書きましたけど、一人で何もしてないっていう、これドットポツンとこういる人っていうのは、これはね、もう何もコミュニケーションとかない状態、ドットの状態で、一番最初の電話とかメールとかのコミュニケーションっていうのは、1対1のコミュニケーションですよね。こういうふうに LINE ができる。で、私はこれを LINE コミュニケーションというふうに名前をつけてます。勝手に言ってます。誰か言ってるのかもしれないけど、私は勝手に言ってます。LINE コミュニケーション。で、1次元なんで、1DC という1ディメンジョンコミュニケーションって、1DC とかって勝手に言ってます。でこれがですね、次にどうなってきたかというと、 LINE から線からですね、面スクエアに変わってきてるというところなんですね。でどう発展したかというと、メールで1対1とかやってたのが、メーリングリストみたいなものが出てきたり、掲示板とか出てきて、1対1じゃなくて1対 N でいろんな人がやり取りできるようになり始めた。
で、リアルの方で言うと、例えば懇親会とか勉強会とか異業種交流会みたいなのとか、そういう人が集まるところでのコミュニケーションですね。でそうするとここが自分がいて、ここの人とこうやり取りでしてたんだけど、この人からこうこの人を紹介されて、でここでまた新しく出てくる、でこの人からまたここ紹介されて、でまたここにラインができる、こんな風にだんだんこう面ができてくる、そんなね、コミュニケーションの広がり方をしてきていると。これスクエアコミュニケーションと私言ってます。面ですね。で、2次元なんで、2DC とかいう 2DC 何やそれって、2ディメンジョンコミュニケーション2次元ですね、というようなこと、こんな風に変わってきた。でソーシャルメディアがここに出てきたんです。何が起きてるか、ドンと。つまりソーシャルメディアってね、相手からさらにその先の誰につながってるかまで分かる、それがソーシャル。要はツイッターとか、やってたら分かると思うんですけど、ツイッターで誰かフォローしますよね。でフォローした人、その人がさらに誰をフォローしてるのかっていうのが見えたり、あるいは自分がフォローされたら、そのフォローされた人は他に誰をフォローしてるのか、あるいは誰からフォローされてるのかとかね、そういうここに自分がいて、この人のはさらに誰とつながってんので、この人はさらに誰とつながってんのとかいう、こういうのがどんどん見えてくるようになったんです。これがつながりが全部見えてくるのがソーシャルなコミュニケーションが出来上がってきた。ね、Twitter とか Facebook なんかもそうですね。SNS なんかもそうですよね。Mixi なんかも、マイミクとかやったら、マイミクした人のさらにその人が誰とマイミクになってるのか、その行った人がまた誰とどうなってるのか、どんどんこうやって広がってきて、立体的にいろんなものが、コミュニケーションが広がってくると。別にここと直接知り合いじゃなくても、この人経由でこの人のとこにデータが行く。ね、Twitter なんかやったら、リツイートしてもらったりすると、この人からさらにこの人のとこに行くんですよね。自分のつぶやいたことが。こういうふうにどんどんこう、実は直接つながってなくても、そことつながりがどんどんできてくると。これが、ソーシャルメディア、キューブコミュニケーションと私は言ってます。3DC になってるって立体なんで 3D ですね。コミュニケーションと 3D コミュニケーションっていうのが出てきたと。これがまあソーシャルメディアっていうやつかなと、なんとなくこれでイメージできるんじゃないかなと、今朝思いついてですね、これはすごいやんって自分なりに思ってたんですけど、皆さんいかがでしょうか。ツイッターの方にすごいねって言ってくれると嬉しがりますのでよかったらお願いします。で、それでですね、そういったところを踏まえた上でちょろっとこうまとめるとですね、何がすごいのという話なんですけれども、ですね、 LINE コミュニケーションとかの場合は1対1なんで、 1+1 でこれでどんどん増えていくしかないんですね。足し算でこう人を、知り合いを増やそうとしたらこれで増やしていくしかなかった。でスクエアの場合はどんどんその行った先行った先で知り合いが増えていくって、 N の2乗ぐらいの感覚でこうね、どんどん知り合いが増えてたんです。ところがキューブコミュニケーション、ソーシャルメディアになると、さっきのこれですよね、この知らないところまでどんどんリツイートされたりこう広がっていったりすると、要は N の3乗ベースで広がるから、もうそりゃ爆発的にいろんな情報が広がりますぜというのが、実はこれの正体かなというふうに思っております。なので、Twitter とかね、 Facebook とか、まあ、Mixi みたいなソーシャルネットワークですね、ああいうものを使うと爆発的にいろんなものが広がるっていうのは、実はここに要因があるわけですね。なのでまあすごいねすごいねっていう話で、ちょっとしたことがガーガーともうあっちまに広まるということです。さて、そんなソーシャルメディアの特徴を分かっていただいた上で、いよいよ今日のゲイリーさんの話に行こうかなと。前振りが長いとか言われてますけど、まあまあそれはそれで。ですね、まあ、まずゲイリーさん何者ですかっていう話ですけども、子供の頃に移民としてアメリカに
渡りました。でお父さんの実業家なんですね。お父さんそれの DNA を受け継いで8歳でレモネード売りから始まって野球カードのね、あの野球選手の買えたカードですね、それのトレーディング売買とかそんなこともやってたということなんですね。この DNA っていうのは結構ゲイリーさんのキーワードです。でそれでですね、そういうのをやってるときに希少価値というのを伝えることで高く売れることをここの体験的に、特に野球カードなんかの売買で体験的にそういうことが分かってきたんですね。なるほどと。でお父さんの酒屋を手伝って、でその酒屋でねいろいろこうやってるときに、そのウイスキー買う人とかウォッカ買いに来る人とか、あとワイン買いに来る人とかね、それぞれいろんな特徴があって、でそこでねいろんな売り方をしてると、そのストーリーを持って売るっていうのが価値があるんだということを知るようになったと。でそういったことを経験してからですね、インターネットで自分流のワイン番組、そのねソムリエがやってるようなワイン番組と全然違うんですよ。これまた見ていただいたら分かるんですけど、すごいねラフな感じでやってる。で自分の言葉で喋ってるんですね。ソムリエの人が言うような、そのなんか何でしたっけ、雨の日に濡れた子犬のようなみたいな全然わからんわそんな、どんな味やねんとかいうね、ベルベットのような舌触りみたいな、 どんなんやねん、ベルベットお前舐めたんかみたいなそんなんじゃないんですね。でもうなんかあんま美味しくないっていうやつ、美味しくないって言うらしいんですよ。でそういう番組をやり始めて、でこれがですね爆発的にヒットして、なんと4億だった売り上げが50億の売り上げになってきたということなんですね。まあ、そういうゲイリーさん、 あとですね、ゲイリーさんのことちょっと知りたかったら、ちょりっとだけ、これさっきの監修した岩本さん本いただきましたけど、その岩本さんの、このページちょっとこれ見えにくいですね、こっち側でちょっと広げましょうか。よいしょ。このページですね、今ユーストリームかチャット、Twitter の方で送りましたけど、ですね、そのサイトを見に行っていただければこういうページがあってですね、でこの最後にここにねゲイリーさんから日本人へのメッセージとかいうのがあって、結構ねこれ笑えますね、このビデオお前なみたいな、結構面白かったです、これ笑えます、ぜひ見てください。もう一度、4億売れてたっていう時点ですごいんですけど、そうなんですよ、もともとね、だからリアルでめちゃめちゃ売ってるんですよ、めちゃめちゃ売ってる人なんで、それはそれでねすごいんですよ。でもそれはそれですごいんですけども、やっぱそこまでね持ってたんですよ、いろんな売り方工夫して。でだからそれだけねいろんなことやってきたから語れるっていう内容もあるんですね、どうやれば売れるかっていうのを知ってる。さてですね、じゃあもう一遍こっちに戻しますが、よいしょよいしょよいしょ、でそんなゲイリーさんの話で、ゲイリーさんが言う成功3つの秘訣、家族を大事にする、鬼のように働く、やりたいことをやるこんなこと言うとね、なんでそれみたいな風に思うかもしれないですけど、結局ね、そのゲイリーさん言ってるのは好きなことやりなさいよと、そんなねいやいや仕事してるよりも、会社でねいやいや勤めたりそんなことしてるよりも、もっと自分のやりたいことやったらいいやんと、せっかくこんなねソーシャルメディアみたいなのがあって、まあ後でもちょっと話せるかな時間があるんですけども、そういう、今ソーシャルメディアみたいなものが、ね、出てきて、誰でもこう情報発信できて、俺はこれがむちゃくちゃ好きなんやとか言えるような時代になってるのに、なんでそれをやらないのって言ってるんですね。
で、そこをやる上でもう絶対この必要なのはこの家族を大事にするって、家族をほったらかしにやってもやっぱり好きなことやっててもね、やっぱりだんだん惨めになるよというようなことを言ってたりとか、あと鬼のように働くって書いてますけど、これね、あのいやいや働くんじゃないんですよ。好きなことだからもうめちゃめちゃ楽しくて仕方ないからガンガンやるんよっていうことなんですね。要はあの三度の飯よりも好きみたいなことですよね。まあ、もっとベタに言うと、例えばその子供がテレビゲームとかっていうのも、あの眠いのにも眠くなりながらも、なんか目こすりながらもね、あの徹夜したりして、ゲームしてたりするわけじゃないですか。あれってしんどいですよね、はっきり言ってしんどいんやけど、やりたいことやからめっちゃやってたりとか、まあね、漫画読んでたりとか、もう朝までずっと本読んでたりとかね、面白かったから、そういう感じなんです。要はやりたいことをやるというのがベースになって、こういうことがあるわけですね。で、まあそういう成功の秘訣があって、でその自分らしくやりなさいよっていうことをゲイリーさんはもうよく言われます。でどんな風にね、こうあのゲイリーさん言ってんのかっていうと、その自分の DNA の命じることを知るって、まあ、DNA っていう言葉が本当によく出てくるんですよ。さっきのあのビデオありましたね、笑っちゃうビデオ、あん中にもあの DNA って言ってます。 DNA って言ってるんですけど、要は自分のやりたいことっていうことですね。自分のしたいこと、それを自分の中にあるものにちゃんと忠実に、それをちゃんと分かってやりましょうと、まあ、自分の好きなことを知ってやりましょうっていうこと でそれはつまり何があってもやってみたいって思うほど好きなこと、要はどんな困難があったって、いやそれでもやってみたい、そうかもしれんけどみんなができへんとか言うかもしれんけど、でもやってみたいねんっていうぐらい情熱を持ってやれることっていうのがすごく大事です。それが自分らしくやること、好きなことやることですと。でそれをソーシャルメディアっていうものがあるから使うことで、本当にそれで自分がやりたいことで仕事ができるようになるし、楽しいことをずっと続けることができるよって言ってるんですね。で何のこっちゃっていう話なんですけども、要はその自分はこれが好きだっていうのをちゃんとね、ブランドとしてきっちり周りに見せないといけないということを言ってます。でこれね、面白いなと思ったんですけども、さっきの本のね66ページにあるんですけども、ワインライブラリー TV は決してワインを販売するためのものではないと、常にブランドエクイティを構築するためのものなんだっていうふうに書いてある。まあ、ブランドエクイティって、まあ、ブランドの価値とか資産を構築するとか、そのブランドらしさをねしっかり作っていくというような意味なんですけども、要はワインを販売するためのもんじゃないって言ってて、で本気でね儲けようと、まあ、ゲイリーさんも本に書いてるんですけど、本気でね単にお金儲けだけ考えたら、今この人酒屋さんをやってるんですよ。で別にそのワインライブラリー TV でね、 これいいよって言っても、別にそれをね大量に仕入れておいて売っとくとか、自分のところの在庫いっぱいあるやつをなんとか履くように、履けるようにね、それを進めるとか、そんなことやってないんですよ。別にあの売ってないやつもあったりとかね、そんなにたくさん仕入れてないねんけど、これめっちゃ美味しいねんとか言ってたりとかするのもあると。でなんでそんなよりも本当に儲けるんやったら、それこそワインを売ってるその、オンラインショップのねアフィリエイトとか入れちゃえば、そっちの方が絶対儲かるって言うんですけど、でもそれをやってない。なぜかっていうと、そこで売るためじゃなくて、自分のブランドっていうのをしっかり構築するためにやってるということなんですね。自分がこれが好きでこういうことをやってるんだよっていうのを見せると。で、まあ、ありのままの自分でやると。でその妙に着飾ったり、要は今言ったようにね、売るためにこうやりたいとか、その在庫履くためにやるとか、そんなことをやってたら自分らしさっていうのがどんどん出てこなくなっちゃう。だからありのままの自分で着飾るんじゃなくてやっていく。だからこそクオリティを高めないといけない。自分らしさっていうのはクオリティを高めるということでもある。そうですよね。自分らしさっていうのは多分その自分だからこそのクオリティっていうのを出していくというのがあると思うんです。質を高める。でこれもね面白い表現だと思ったんですね。コーヒーを何杯入れたとしてもクリームは浮かび上がってくるものさっていうことで、要はそういうクオリティ高めるようなことをやってるとね、どんどん埋没していくんじゃないかっていう不安に駆られると、みんな。でもそうじゃないと、クオリティを高めればクリームのように
コーヒーがいっぱい入ってきたとしてもやっぱりクリームって浮かび上がってくるということで、質クオリティというものでどん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 洗練されていって、やっぱりそれが伝わるからどんどん支持してくれる人たち、ファンが増えてくるということを言ってます。だからそんなことは恐れるこっちゃないと、一瞬こう迷うんじゃないと、自分のやっぱ好きなことをどんどん突き進んでいくのがいいよっていう話ですね。でゲームのルールが変わったと、このあたりからですね、だんだん、まあ、ネットの話になりますけれども、そのインターネットの普及でコミュニケーションが劇的に変化してきた、まあ、最初の方にちょっと話しましたよね、このソーシャルメディアのこの辺の話ですよね、とかこっちのそのインフラがどんどん変わってきて、いろんな伝えれるものとか情報発信とかが変わってきたと。それで、そのどんどんコミュニケーションやり方とか、そういうもの伝わり方とかね、ものすごい変わってきたと。で今までだったらそんな個人がね、自分が何が好きなんだと、もう例えば、まあ、この本の中にいろんな例えが出てくるんですけども、もう、フェレットのね増やし方とかね、そういうのがもうものすごいもうよく知ってるというような場合に、それをねどん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 伝えていくって、今までだったらなかなかできなかったんですよ。そのフェレットを他に飼ってる人ってどんだけいるかよく分からへんし、どうやって連絡取ればいいか分からへんし、その人たちに教えたくても何をどうしていいか分からなかった。でも今はこういうメディア、ソーシャルメディアみたいなのがいっぱい出てきて、どんどん人がつながっていくと、さっきのキューブの N の3乗の勢いで情報が伝わるんで、あっという間にそういう好きな人たちとつながっていく。だからこそ自分の好きなことっていうのを世の中にどんどん知らしめて、個人でもブランドっていうのが構築できるようになったということなんですね。でそこにはネットの中なんで、特に企業が大きい、企業の大小だとか個人だからとか、そんなは全然問題ではないですよと。それよりもどれだけ情熱があるかですね。その自分が本当にそれ好きなの、もう寝食忘れてやれるぐらい、どん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 こうねやっていけるぐらいこう大好きなこと、そういうのがやれてますかっていう、そういうことだったらもう本当にその今ってどん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 伝わるので、今だからこそ面白いことができるよと言ってます。確かにね、そうだと思うんですよ。その、まあ、こんな風に私がね今、まあ、読んだ本のこれ感想を話すというかやってますけど、こんなのだってまあ前だったらね、なもん本当にその知り合いとか友達とか家族とかに言うぐらいしかなかったんですけど、今こんな風にネットワーク使ってですね、今6人かな見てくれてますけれども、そういう人たちとこう話をする、こう伝えるなんてできなかったんですよね。でプロセスがコンテンツ、自分の好きなことをそれをブランドにまずできるのかどうかっていうのは、それについてね50以上のトピックスを語れるか、要はそれぐらいはね軽くいろんなネタを持ってないと、それはそれって自分が好きなことじゃないよねっていう話なんですよ。それぐらいいろんなことを話せるよね、1時間2時間平気でそれについて話なんかできるよねっていうぐらいいろんなネタを持ってるというようなことなんですかねっていうのをですね、まずそこをチェックしてくださいよと。それぐらいはこう伝えることがなかったら、あるいは、まあ、別にね、なんか言葉にして伝えるっていうわけじゃなくてもいいんですよ。その何か絵を描くとかね、彫刻するとか、刺繍をするとか、ぬいぐるみを作るとか、ね、そんなんでも構わないんですよ。ね、あるいはこう壁塗るとか、ね、ペイントのそのやるんだよ、そういうことでも構わないんです。とにかく50以上のそれに関して自分はいろんなことをこうね語れる。でそこに単なる知識じゃなくて、あなただから語れること、ストーリーっていうのを持たせることが面白いもの、要はまあプロセスですよね。でまあここまあこれ私がちょっと書いた例としてね、例えば円周率を10万桁覚えてるっつって、それを 3.1419 だらだらだらってこうやって10万桁延々こうずっと喋っ
ってるのをね、例えばユーストリームで流しててもあんまり面白くないですよね、見てる方としては。へえすごいなーで終わっちゃいますよね。でそうじゃなくて、そこではなくて、なぜそんな演習率ね10万桁も覚えようとしたのとかね、どうやってそれ覚える練習したのとかね、そもそもその10万桁ってどこで調べたんとかね、そんなところの話って結構面白いじゃないですか。いろんな人が興味持つんですよね。そこのストーリーなんですよ。そういうプロセスなんですよ。そこがその人でないと語れない話であり、その人だからこそ話せることだし、その人がそこに情熱があるわけですよね。その10万桁を覚えてることではなくて、10万桁を覚えようとしたことに情熱があるわけですよ。そんだけ努力をしようと思ったこと、そんだけやろうと思った、挑戦しようと思った何かがあったわけですね。そこがポイントなんですね。それをちょっとね勘違いしてしまうと、その何ですか、あんま面白くないものになっちゃう。単なるこう知識とか情報だけがこう羅列されてる、というのはそんなにね面白いもんじゃないんですよ。でそこではなくて、やっぱり、その人が経験してきた、体験してきた、あるいはそれをなぜ好きなのか、なんでそんなことをやろうと思ったのかとかね、そこが面白いんですね。そこのプロセス、そこのコンテンツ、あるいはその何かものを作るのがね、さっき言った折り紙がめちゃめちゃ大好きな人だったら、その折り紙をもう何ていうんですかね、その作る過程でいろんなこう折り方とかね、そういうのをやってるの、それを見せてること、あそうやって折るんだとか、あそうやるとこんな風な形になるんだとかね、そういうものをこう見せるところがやっぱり面白いわけじゃないですか。出来上がったものをね、いっぱい見せられても、確かにそれはそれでもいいのかもしれないですけど、やっぱりその途中のプロセスがこう見えることでものすごく面白いものができる。実際ですね、絵描きの人なんかもね、画家とかそういう人たちも最近ユーストリームで自分の工房をねずっとダダ漏れ状態にしておいて、絵の描いてるところをずっとこう映してたりする。そうするとそれを見てその絵を注文しに来る人とかねいたりする。そんなことがこう出てきてるんですね。でちょっとまあ話それますけども、村上隆って最近話題になりましたね、ベルサイユ宮殿か、あそこで、ね、作品展やってて、であんな日本のオタクアニメみたいな、あんなもん提示すんなみたいな反対運動が起きたりとか、いろんなことしてますけれども、あれなんかも、ああいう村上隆なんかもね、自分とこの工房をユーストリームとか、ニコ生ですねとかでこう流したりとかしてるんですね。でそうやってこうその制作過程とかをわざとこう見せることによって、あこの人ってこんな面白いことやってるんだとか、あこんな風に考えながらやってるんだとかね、そういったことを見せる、プロセスを見せるんですよね。そこにすごく面白さがあるわけですね。だからそういうコンテンツというのをこう考えるというのがやっぱり、面白いものになると。でここから、ですね、ちょっとここだけはしっかり伝えたいなと思ってた、一つなんですけども、ゲイリーさんの本に出てくるその2大ソーシャルメディアプラス3です。プラス3って何やそれって、まず、2大ソーシャルメディアのね、このツイッターとかフェイスブック、この辺はまあよくご存知だと思うんですよ。だからそんなに、これもね実はいろいろ説明したら面白いこといっぱいあるんですけども、ちょっとここは今日は置いといて、あとプラス3、こっちは動画の方ですね。で YouTube、これももう説明するまでもないですね。YouTube もいろんなところで使われてますから。で、Ustream も最近はどんどん広まってて、今見てますから、これはあえて説明する必要性はないと思いますが、この Ustream ですね。それともう一つこれ、ビトラーっていう、これね、まだあんまり使ってる人いないんですけど、これがね、すっごい面白いです、この動画。簡単に言うとですね、ビドラーは、YouTube に近いです。YouTube のように、オンデマンド、要は作った動画、録画した動画を置いといて見せるというタイプ。 Ustream のようにライブで配信するよりも、ビドラーは録画したやつを見せる。ところがですね、これがちょいと今からお見せしますね。ビドラー、ここですね。ちょっと画面をまた切り替えましたんで、大きさを変えますか。よいしょ。
これ、まあ、私もログインしてるんで、ウェルカムアキホって出てますけど、これ今まだあの英語です。全部英語なんですけど、結構ね日本語通ります、日本語使えます。なので、あ、これ面白いなと思ったんですけど、ちゃんとね2バイト文字コード、すいませんちょっと専門的な話になりますけど、アルファベットだけじゃなくてちゃんと漢字とかひらがなとかね、ちゃんと処理してくれてます。それで、まあ、私がちょっとね今日これテスト的に作ったやつなんで、そんなにいいもうテストだよんって書いてますけども、テストだよんってこうやってね日本語がこう入るんですよ。で、あと日本とかって書いてあって、ですね URL だけ、じゃあ Twitter の方にちょっとやっときますか。よいしょ、これですね、ビドラーと言います。で、ここにねタイトルにやっぱりテストってこう日本とかこう入ったりとか、あとここのコメントのとか最初のテスト録画テストとかこう入ってない、でここにね録画したやつがこう入ってるんですよ。でこれ再生します。すみません、こんなあの面白くもなんともない単なる時計が映ってるんですけど、ただこの下の方を見ててください。ここのねなんかちょっとね画面だと見えにくいかもしれないけど、これはテストでよーんとかね、こう途中にねタグをつけたりコメントをねその、出せるようにできるんですよ。ここにタグで、であとねその URL をここの吹き出しになるようなところに埋めたりね、ここをこうやってこう出てきて、ここにピッてこう押すとちゃんとそこに飛ぶんですよ。でもう一個、ちょっと止まりましたね。もう一個ここまで来ると今度これに対して動画でコメントつけれるんですよ。ここに今あったのでちょっと見ますと、これピッてこう出てくるんで、これを押すとですね、これちょっとあの見えて動きが分かんないんであれですけど、動画のコメントをここにまた入れ込むことができる。なんかねすごい面白いんですよ。ある意味ニコ動なんかに似てるっちゃ、ニコ動ここにガーって流れるんですけど、こういうね URL をここにあの表示して埋め込むこととかねでできるんで、結構ねこれ面白いなと思う。であとゲイリーさんも本の中で書いてるんですけど、ぜひこれをおすすめする理由の一つとして、ここにね YouTube だと YouTube ってこの右下のところに入りますよね。でもここをね、デフォルトはビドラーのアイコンがついてるんですけど、自分のアイコンに置き換えることができるんですよ。で自分のアイコンに置き換えて、ちょっとわかるかどうかわかんないです、これあの低能マークにアイコンに変わります。つまりここにリンク埋められるんですよ。でピッて押すと飛ぶんですね、こういう風に。こんな風に、リンクを埋めることができる動画のところにね、リンクを埋め込んでやれるんで、結構これはねいろんな使い方できますね。ここで、まあ、これ今時計しか映ってないんですけど、例えば何かのこう説明をしてて、詳しくはここのサイトを見てくださいっていう時に、ここの下にねこうピッとこう出して、こういう風にリンクをこう出してあげるとね。であとこのタグを入れといて、その途中から見たい人とかね、そんなことがこうできるようになると面白いなと。で、ゲイリーさんのやつ、winery.tv ですね、なんかを見ると、ここのところにね、その1回に大体3本ぐらいこうワインをあの紹介したりするんで、それぞれのワインの切れ目のところにこうタグをちゃんと入れてあって、でまたそこにあのワインのところの名前が入ってたりね、そんなのがこうできてるんですよ。これはねめちゃめちゃ面白いと思います。でこれもあのユーストリームとか YouTube と同じように、エンベッドタグでタグをね取って、埋め込むこともできますし、これはね本当ねよくできてるなと思います。多分ですねこれで日本語がこうね表示できるので、これからどんどん広がるんじゃないかなと思ってます。これは今日見た人お得ですねお得ですねって言って、これゲリーさんの本読んでもね
多分いまいちピンとこないと思うんですよ。これ使ってみないと。私はまあ読んだ時に、ね、おおすげえとか思って、今日昼飯も食わずにですねこれにハマってました。あ、めちゃめちゃおもろいとか思って、日本語どこまで通るんやろとかいろいろねテストしてたんですけど、結構日本語もちゃんとこうねタイトルに出たりとか、こっちのコメントのとこ、そうですね、これちょっとでっかくした方がいいかな、こうやりましょうか。こうやった方が分かりやすいかな。こうやってもう一遍こう、最初から、ね、そうするとここで、お、こういう時に限って出ない。これね、今自分自身しかこうコメントつけれないようにしてて、でこことかにこうなんか入れたいなってこうやって、コメント入れるって言って、ここだよんとか言って。OK ってやるとここに新たにこうついて、あ、出てこないな。ここにピロンってこうやって今入れたやつがこう出てきてるんですね。こんなことができる。これはね本当にすごいよくできてますよ。これはねインタラクティブというか、その YouTube とかね、Ustream もそうですけども、どっちかというと動画の中で全部説明しないといけない辛さってありますよね。その URL を教えたりとか、ちょっとここで補足説明、例えばここね、ポッポッポッピーンってやろうと思ったんですけど、ちょっとうまくいかなかったです。ポッポッポッポーンって。そんな、こんなことがね、できると、その、後からこうコメントを入れて、例えば何かの応募はこちらまでとか、お問い合わせこちらまでとかね、これに関してのホームページはこことか、あるいは別の動画挟み込んで後日こうなりましたとかね、そんなのをこう入れ込んだりとか、本当これはねちょっと可能性がものすごい広まってきてるなというのは思いました。これはぜひぜひ使ってみてください。もう一遍出しておきましょうか。ここです、ビドラーって言います。ビドラー .com、これはですね本当これはすげえなと思って。さてそんなところで、また元に戻しますけども、よいしょ、まあ、そういうことで、今ゲイリーさんはこのビドラーを使ってやってますね。これの方がすごく使いやすいですね。その本当にタグというか URL がね埋め込んだりとか、タグが付けられてコメント後から入れたりとかできる。やっぱこのあたりがね、その補足説明をしたりとか、後からあこれ言い忘れてたとかね、そういうのをこう入れるときにすごく便利ということで、まあこの辺も好みです。まあはっきり言ってそんなめんどくさいっていう人もいるかもしれないし、これはそんなそこまでやりたくないっていう人もいれば、まあそれは好き好きなんですけども、まあこういうことが、こういうツールがあるというのは知っておくと、まあ何かの時に使えますからね、いいかなと思います。さて、好きなことを仕事にするのに大事なのはっていうことなんですけども、まあありのままの自分であることというのと、情熱を傾けられることと。でここがですね、この本読んでて、あ、なるほどなと思ったんですけど、まあ、これ書いてないんですけども、そういうふうにはね、とにかく情熱とその自分の DNA に忠実にとかいう話をいっぱい書いてあるんですけども、よくね、日本でオンリーワン、オンリーワンっていうの言われますよね。その唯一、その自分らしさですよね。確かに自分らしさというのはすごい重要です。オンリーワンであること。でも、オンリーワンって言って、その、なんていうんですかね、ロンリーワンじゃダメなんですね。孤独じゃダメなんですよ。
要は、これです。これじゃダメなんですよ。オンリーワンつっても。周りの人と何にもつながってないロンリーワンだと、これ何にもならないんですよね。自分の中ではこんなすごいねんぞって言っても、誰も何もそんな知らない。それじゃダメで、やっぱりこういう中にあってオンリーワンであり、ナンバーワンでないとブランド力にならないんですよ。ブランドって人から見てそのね、価値があるもんであって、自分の中に価値があるもんじゃないんですよね、ブランドって。そこが情熱であり、この周りから見て あいつなんかすごいなって思わせるもの、それがブランドなんですよね。だからそこがこうできないと結局間違ってしまうのかなと。だからあ、なるほどってこの本を読んでて思ったのが、オンリーワンでありナンバーワンを目指すと、ここなんですね。これを目指せるだけのその情熱があって、情熱があるっていうのはナンバーワンを目指すことなんですね。で、ありのままの自分であることっていうのはオンリーワンなんですよ。この両方を兼ね備えることでブランドっていうのは構築されていく、自分自身のそのブランド力っていうのが出てくるんだなというのが、すごくこの本読んでよくわかりました。それからですね、このあたりは結局コミュニティをね作っていく話になるんですけど、メディア、ソーシャルメディアって、またこっちの図に来ますけど、結局自分とかいろんな人がどん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 つながってって、この人が自分のことを、あ、こいつなんか面白いやっちゃ、すごいやっちゃなって思ってくれるから、自分が、ツイッターとかで発信したやつをリツイートしてもらって、これがまた他の人にどんどんこう伝わってたりするわけですよね。だからこの人たち、周りの人たちに、あ、こいつ面白いやっちゃな、なんかすごいやっちゃなって思ってもらわないといけないわけなんですよ。それは自然とできるんじゃないんですね、なかなか。やっぱりそれだけのそのことをやっていかないといけない。で、そこはコミュニティっていうものはほっとってもできるもんじゃないよと。やっぱり自然発生しないから作らないといけないんです、自分で。で、自分がブランド、要は自分がオンリーワンでありナンバーワンなんだから、その質問のメールだとかコメントしてくれたりとか、そういうものに、コメントし返したり返事したり、あるいは他の人の書いてるブログを見に行ってコメントしたりとか、いろんなことをねやると。だってあなたがナンバーワンなんですよね。だからナンバーワンなんだから、それぐらいのことをして当たり前じゃんと。もう朝から晩まで好きなことやってんだから、それぐらいやって当たり前だんっていうぐらいのとこまでいろんなことをやる。だからコミュニティが出来上がってくるということを書いています。ギエリさんもだからね、もう本当にそのいろんな人のワインに関することを書いたブログだとか、ホームページとか、そんなのいっぱい見て、でブログだったらそこにコメント書いたり、いろんなことをこうね書いて、で、してると。それも毎日日にち。それからすごいなと思ったのは、そのメールね、こんなことやってるんで、もうものすごい数のメールが届くんですよ。でもそれを全部目を通して、目を通すだけじゃなく全部返事を書いてるらしいんですよ。当然その返事書くまでにね、何ヶ月もかかるんですけど、ものすごい数になってきてるから。でもそれは自分が自分らしくあるために、それに全て自分で答えを、何らかのメールの返答をするというのが自分らしさだから、それをやり続けるっていうふうにね言ってます。そこはすごいなと。だからナンバーワンになれると、オンリーワンになれるということなんですね。まあそれをなんでできるかっていうと、やっぱり自分のそのものすごいこれが好きなんだっていう情熱があり、これをやり続けたいっていうことがあるというところなんですね。ちょっと時間がそろそろなくなってきたんでっていう、ちょうどいい感じでこんなあのスライドに入ってますね。まだ10分あるとか言うんでしょ。で、ですね、まあ要はこういうそのコミュニティっていうのをつく、そう1個だけ、その後追記のやつだったかな。コミュニティ、そうですね、コミュニティができるんじゃないということで、次にね、この世界最高、そして決して失敗しないマーケティング戦略とはっていうのがあるんですよ。これはちょっとね、ここも見せたかったところなんで、ちょっと見せますね。
使います。また逆さまになってるんで、よっと、ニリさんちゃんとこうね挟んでやるんですよ。ここのね、この今言ったような話の中で、まあ、僕がこれから教える戦略はこれまで一度も失敗した試しがない世界最高の戦略だ、それを辞書で教えしようということで、これしかない世界最強のマーケティング戦略、何が書いてあるかめくりますよ。これ読めるぐらいの字で書いてあるんですよ、実は。このじゃんもうね、次10章になってるでしょ。これこの最高の戦略がこれなんですよ。何やと思います、これ何でしょう。皆さんツイッターにぜひこんなことちゃうのっていうのを書いてみてください。ここに収まるぐらいのことなんで、そんなにね、あの小難しいことでもないし、言われたらああまあねっていう、そう、まあ確かにこれね、日本人なら結構わかる話なんですよ。これのここをですね、今日本人とか日本の文化のこれをですね、すごい見直されて、海外から見学しに来たり、それを理解しに来たりとか、そんなことをしてます。さて何でしょうか、何だと思います。こんだけしかないもんですよ。ちょっと見せましょうか。まだかな、考えてんかな、みんな。6人5人かも5人見てるんかな。あ、自分が1個見てるから4人か。何でしょう、これ。これしかない。世界最強、最高のマーケティング戦略。ああ、チャリンっていう。呼んでください。ほんと、これはね、呼んでください。これはね、あの、今教えてもいいですけど、これは、ぜひ、ああって思ってほしいと思うんで、命がけで、あ、違いますね。ちょっと違いますね。そんな話じゃないです。ぜひですね、これは本を読んでいただければと思います。ここは本当に、あ、だから今日本ってそこを他の国の人が知ろうとしてんねんなっていうのがよくわかりました。さてさて、そんなことで、できましたけども、あのですね、これ、あの全体的にはですね、本当、面白い本です。特に、その、ソーシャルメディアですね、Twitter、Ustream、Facebook っていうのが、なぜこんなに、その、今、世の中にこう広がってきて、こういう風にこう受けるのか、受けるっていうかですね、そういう風になったのかとか、そんなことが本当すごくよくわかる本ですし、何をしなきゃいけないの、その従来のそのマーケティングの考え方と決定的に違うのは何なの。まあ本質はね、ある意味ビジネスなんで変わらないんですよ。だけどその今のこういうネットだからこそ、そのやるべきこととか、従来と同じようにやっちゃいけないことっていうのもあるんですね、いろいろ。特にそのここにもやっぱり出てくるんですけども、その企業、特に大手の企業になればなるほど心配するんですけど、こういうツイッターとかね、フェイスブックみたいなものを社員とかがやりだしたらどうなるんやと、その仕事ならんちゃうのかとか、そのわけのわからん話になってしまうんじゃないかとか、そっちを心配する人がいっぱいいるんですね。でもそんなこと言うとる場合ですかねっていうのがゲイリーさんの考え方なんですね。もうそもそも世の中が変わってきてる、要はさっき、やってたように、よいしょ、どんどんそのネットができて、こんな風にソーシャルコミュニケーション、ソーシャルメディアっていうのができてきて、
N の3乗の勢いで情報がドワーンって広がってる中で、そんなね、臨機応変にいろんなことに対応できないような状態だったらどうしますのんという話です。世の中がそんな風にどんどん変わってきてるんですよということです。だから、もう大手企業だからとか、その一個人だからとか、そんなことがもう問題にならない世の中になってきてる、ね、実際そのゲイリーさん自身もそんなあの有名人ではなかった、ちょっと前まではそんな有名人でも何でもなかったのに、今やそのニューヨークタイムズで取り上げられたり、そのアンソニー・ロビンスって知ってる人は知ってると思うんですけど、めちゃめちゃ有名なコーチングの人なんですけども、そんな人がこいつはすごいというようなことになってきてる、うん、そんな風にね、その言ったらワイン売ってた人ですよの酒屋さんですよがこんな風に今やそのメディアのメディア戦略を考えたりとかですね、そのコンサルやったりとかですね、そんなこともやり始めてると。で相変わらずやっぱり自分はワインのこと喋るの大好きやから、その動画でワイワイ喋ってやってるというようなところですから、あ、ですね、ちょっとだけ、ゲイリーさんのあれはリンクはどっかからしてたかな。そうか、これから見た方かな。だっけな。ワイナリー TV はですね、どっか行っちゃったな。すみません。ワイナリー TV またあのツイッターとかで流しますんで、ぜひ、ツイッター、まだ私のツイッターフォローしてない方はフォローしておいてください。その辺の情報と、それからちょっと今日全部やりきれなかった、もうちょっとねいろんな話があるんですけども、その辺もひっくるめて、今度またもう一回やってみたいなと思ってますので、今日はですね、すいません、ちょっとあの9時からちょっといろいろあるんで、この辺で終わりにしたいと思います。1時間ほどですね、あのお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで、ではまた。